こんにちは、ヤヒロです。今回はですね、新しい相棒と一緒に、ツーショットで撮影をしていこうかなと思います。本当ね、寒いですけど楽しいですね。はい、前にも言いましたけど、人間は不便を求めてる生き物と思うんですよね。今はもう便利なんで、はい、寒いけど、なんていうか、乗るのにもなんかいっぱい、なんすかね、荷物準備しないといけないけど、持ち歩かないといけないけど、めっちゃ楽しいみたいな、そんな感じで、一緒に撮影していこうと思います。じゃあですね、まさにこのバイクの、動画のコメントで、新しい相棒、ヤマハ FZX150 っていう動画のコメントで、ステップインさんから、コメントをいただきました。高校時代は MR50 でジャンプして遊んでいました。気持ちは大脱走のスティーブ・マックイーン。社会人になってからは FZ250 でツーリング。当時は陶芸に行くとギャラリーがいっぱいいて恥ずかしかったですよとで、MR50 ってちょっとわかんないですけど、オフ車ですかね。いや、やっぱ楽しいですよね。僕も本当、なんか今までね、いっぱいバイク乗ったけど、まあね、いつかちょっと僕大型免許持ってるんで、大型乗りたいんですけど、まあ今は大型持ったらね、ちょっと燃費も悪いし、維持費も高いので、まずは、これこの見た目で 150cc ですからね。もう車格で言うと前僕が乗ってたZRX400 っていうネイキッドよりもちょっと大きいんじゃないぐらいの、結構大きいんですけど、7半とか 1000cc って言っても分かんないぐらいでかいんですけど、軽いですね。 150cc なんで燃費リッター 58kg ぐらいですめちゃめちゃ燃費ということで、最高にかっこいいのに維持費が安い、いいバイクを手に入れました。ではですね、花谷荘の添い手にチャンネルさんから、これ花谷さんっていうのは僕の大学の時の1個上のキャプテン先輩で、今プロテニスプレイヤーとしてやってる方、新しくチャンネル立ち上げたんで、ぜひ見てみていただきたいんですけど、僕よりもしっかり編集してされてるんで、めちゃくちゃ見やすいと思います。花谷さんからいいでヤッヒーってことでコメント言いました。はい、僕は学生の時に高校から大学までずっとヤッヒーって言われてました。あ、社会人で言われたかな。はい、まあ、僕ヤッヒーっていうあだ名で呼ばれてたんですけども、反対さんからのコメント言われて嬉しいですね。一緒に YouTube 頑張っていきましょう。じゃあですね、アーノティーコンさんからテニスライダー誕生ですねってことでコメント言いました。はい、もう本当ね、このバイクでテニスボールと、リュックとラケットと三脚と iPad と着替えとで、いろいろめちゃめちゃ持ち歩かないといけないですけどね、すんごい大変ですけど、それが今は楽しいです。ちょっと将来わかんないですけどね。はい、長屋さんからいいですね、納車日は、いつも嬉しいですねということで、本当ね、待ち遠しすぎてあと何日数えるのが嫌で、逆に忘れ、なんすか、意識しないように他の動画をいろいろ見てたなっていう記憶があります。黒いソロさんから80代でもできる安全運転でお願いします。あー、でも免許返納かということで、はい、まあでもね、80代とかになっても乗りたいですよね。いや、事故は起こしちゃダメなんで、できる限り元気で、元気な体を、今のうちに仕上げておこうかなと思います。で、ニミツさんから、ほんとかっこいいですということでコメントを言いました。あります。もうね、ほんとなんか、言わせてるみたいで申し訳ないんですけども、はい、僕はもう一人でテンション上がってます。で、青城さんから、ほよよかっこいいということで、はい、あられちゃん参上ということで、前回ね、あられちゃんってわかんなくて、パチスロから見て話したんですけども、今はもうわかります。じゃあゲームテニスさんからバイクチャンネルお願いしますってことで、バイクチャンネルはね、まあバイクチャンネル本当やるなら結構編集頑張らないといけないと思うんで、はい、まあ趣味程度で楽しもうかなと思います。で、小川さんからヤロさんマジかっちょエースですってことで、小川さんクロスカブだったかな、結構かっこいい顔持ってるんですよね。同じ燃費がいいもの同士、たくさん乗って事故だけ起こさないように気をつけていきましょう。じゃあですね、11月30日のスキラジのコメントでいきます。佐藤軍曹さんから習得具合、ここもポイントですね。段階を踏みます、ありがとうございますということで、そうですね、習得具合がね、今時点でできない、現時点でできない人はまずはここから行っていただいて、その後こういう風に派生していきますよみたいな、その大きな山に登ろうと思った時にいきなり何の準備もせずに山頂を目指すと途中でもうどっか行っちゃうとって挫折しちゃうと思う。なんで、山頂があっても
チェックポイント1、チェックポイント2、チェックポイント3、チェックポイント4ってこう、チェックポイントがたくさんあればいいと思うんですけど、そのチェックポイントごとに何が必要なのか、どういう道具が必要なのかが変わっていくので、そこは結構大きなポイントじゃないかなと思います。じゃあですね、サーブ、やり方を間違えると一生うまくなれないっていう動画のコメントで、おもけんクッキーさんから、3本指早速試してみますので、サーブの時に、5本指で打つと思ってるんで、遠心力はかけづらいので、3本指で持つことによって、すごい遠心力かかる感覚を、わかりやすいですよって話をしたんですけども、これ結構効果が高いので、ぜひ試してみていただければ。ただその時に二度引きが、ラケットは背中の方に、あんまり垂れすぎないようにだけ、注意をしていただければと思います。ですね。体調 N さんから、還暦中級おっさんです。肩をはじめ体が硬いので腕を棒のように振っていました。3本指でグリップを握るという練習がとても分かりやすく、プロネーションを意識しなくてもいい感じのスライスサーブを打つことができました。昨夜のスクールでも講師からいいサーブと褒められました。ありがとうございますということで、素晴らしい。これ言うの嬉しいですよね。やっぱその自分の中でこう変えた時に他の方から気づいていただけるっていうのはすごく嬉しいと思うので、どんどんね、打ち方変わって、あれめちゃくちゃいい感じですねみたいな、まあ、サーブ以外も、そんな感じで言われると嬉しいと思うので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。じゃあですね、11月29日の、スキラジのコメントでミッチタカさんから、ちょっと読め方合ってるかな、そういや、18プレステージと22プレステージをお使いですが、20の赤いプレステージは合わなかったんですかということでコメントいただきました。あれですよね。18プレステージっていうのが93の黒赤。で、22のプレステージが、22年発売の、黒赤のモデルのプレステージで、20年で赤いプレステージ、真っ赤のプレステージありましたよね。あれ赤いプレステージは打ちやすかったですよ。打ちやすかったんですけど、まあ、個人的に黒が好きだな。あんまり赤すぎるの嫌だなと思ったんですけど、それじゃなくて、買ったタイミングかな。20年ぐらいに18年のプレステージが格安で売ってたので、1本9900円ぐらいで新品が売ってたので、ミットをそこで2本買って、でちょうど2年ぐらい使った時に新しいのが出たので、そのタイミングで変わったみたいな、そんな感じでした。まあね、最近ちょっとプレステージ全然使ってないんであれですけど、やっぱねラケットはねプロスタッフが今のところ一番好きかなって感じで。じゃあですね、戸崎さんからコメントをいただきました。ラケットの立て方とプロネーションっていう動画のコメントですね。納得です。ラケット軸と前腕が直線になり、右肘を曲げてボレーやストロークする癖が身についてしまっている初心者は、こういう肘から先の前腕ラケットが直線的な感じで、こう打つ人割といるので、そういう方には、この T 字持ち、ストレートアーム、肩、駆動の、習熟してもらいたい。最終的には L 字持ちスイングへ、矯正したいと思いますということで、戸崎さんは確かコーチですよね。ぜひね、ちょっとね、このボレーね、ちょっとどうにかしたいですよね。でもこれ確かに力入りやすいんですよ。近い打点なら。自分が打ちやすい、顔の高さぐらいなら打ちやすいんだけど、遠かったり、高かったり遠かったり低かったりすると苦しいので、できる限りどの打点でも同じ腕で打ちたいよねみたいな、そんな感じですね。じゃあですね、最後、今コメントくれましたね。11月30日のスキラジで、今から宮柱さん、大阪から来る宮柱さんのレッスンなんですけども、その宮柱さんから、コメントが来ました。宮柱さんからの11月30日の、スキラジで、一応情報共有、僕のグリップは…八尋コーチ、今日もよろしくお願いします。僕は全部ピストルだったので、八尋コーチから8分35秒からのバックハンドは完全ハンバー、バックハンドは完全ハンマーとおっしゃり、とても驚きました。ハンマーだとめっちゃ上に飛びそうな感じですってことで、スライスですね。スライススピンは、ハンマーで握ってた方が、そうね、これちょっと後でお伝えしましょうか。特に宮下さんのバックハンドスライスが、メインなので、スピン打つときにね、ぜひハンマーでやっていただきたいけどね。ハンマーでやると腕とラケットの角度がしっかり90度取れるんで、これが斜めになっちゃうと打点がどんどん後ろになるんですよね。横に遠くなるというか。はい、後でお伝えしようかなと思います。
じゃあね、そのままボイシーの方に届いてるコメントを最後読んでいこうかなと思います。ゆかぴーさんがですね、久留米ハードコートテニス大会振り返りっていう、放送のコメントで、こんにちは、久留米の試合見に行けず残念でした。スキラジの復活、すごく嬉しく思います。思えば私が、最後に受けたレッスンの時は朝はスキラジ、夜のレッスン動画スタンド FM のアップを楽しみにしていました。今はスキラジが復活されすごく嬉しく思っています。ボイシーも毎日聞かせていただいていますが、私はどちらかというとヤヒロコーチの〇〇さんのフォームがすごく良くなりましたなどの、その時々の熱い思いが詰まった率直な声がリアルタイムに1日に何度もアップされて、すごく好きでした。スタイフ復活を密かに願っていますのでコメント利用した。確かに、ね、よく考えたらスタンド FM はスキアラバ放送しましたよね。ただボイシーもスキアラバ放送することもできるので、そうね、ボイシーをそういう形でやってもいいかなと思いましたね。時間が決定してない分、はい、ちょっとはい、そんな感じで考えていこうかな。好きあらば、なんかね、こうちゃんと収録しないといけないっていう感じがボイシーにはね、どうしても感じてたんですけども、スタンド FM 感覚でボイシーを更新していこうかなと思います。でそんな感じで、今回の、動画終わります。ぜひいいね、コメント、チャンネル登録の方を待っておりますので、皆様よろしくお願いします。これからも、このバイクと一緒に、いろんなコートに走り回ってるんで、もし見つけた方は、声をかけてください。じゃあそんな感じで終わります。また次の動画でお会いしましょう。ありました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんでそういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあ、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。